バー30番吉松郁美さんです。そして何といってもこのミスインターナショナル日本代表の証のこの王冠が今頭上に掲げられております。本当に心の底から皆様に感謝の気持ちを伝えたいと思います。I'm really, really happy. Thank you everything to support me. そして私を含め30人のファイナリストたち、ありがとうございます。ありがとう。そしてこれからもずっとみんなで手を取り合って日本を良くしていきましょう。そして橋本理事長をはじめ日本インターナショナルを、この会場をサポートしてくださったスタッフの皆さん、本当に本当にありがとうございました。私は幸せです。申し分なくてもにっこり笑われると歯並びが大変悪いで、歯並びが悪いということはもうこれはもう絶望的なことでございまして、日本は歯の美しさの認識が非常にないんですが、これはもう全くダメでございます。大変残念で、非常に背が高くてもあまりに細すぎて両足開けると中に列車が通れるぐらいに痩せてらっしゃる方もいらしたりしてですね、非常に困りまして、私160センチないんですけれども52キロあるんですね。で、175センチある方は50キロ以下、こんな痩せれたらダメ。やはり健康美でなければ困る。やはりもう少し出るとこは出て、やっぱりお尻がぺっちゃんこっていうのは致命的に悪いと思います。
今年は特に素晴らしい方が多かったんじゃないかなと思います。